類ポカードでーす。ちゃんちゃらんじゃないけど、はいはい、どうもコメンコです。はい、キンキンたまたまランランですよ。ありがとう。久々ですね。久々やな、これあ、これ以来ですね。今回はね、ドッキリを2人でちょっと仕掛け人になろうかなと思って。仕掛けるのは最近入った目はちょっと最近生意気やな。確かにね、目の形にしようかな。若干テイムなんて部分もありますからね。ちょっと怖い目合わせたのかな。そうだね、ランランがめちゃくちゃ生意気な感じになるんですよ。ガムをくちゃ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 噛んでる状況で、俺は徐々にそれに対して叱っていくんですけど、そっからだんだんエスカレートして、で、ユッティはどんな反応するかっていう検証動画なんで、ちょ、怯えて俺帰ってほしいっていうのがこっちなんで、そうですね、お酒を飲んだ状態の酔っ払った状態っていう演技をしてもらうんで、そっからガムをね、噛んでいただいて、これからユッティを呼んでいきたいと思います。レッツゴー。カイスさんから、俺とランランとユッティでこの後なんか撮影してほしいって言われてんのよ。で、もうちょっと愛がちょっとやばいから、ユッティ一回来てくれない？はいよ、ちょ待って。一気飲みめっちゃしてるから。愛くん、あ、撮影しようって言われてるから、ありがとう。愛くん、これエグない？全部一人じゃない？で、ジャンケンで負けるって言った。さっきコメさん一緒に飲もうって言われて、全部ジャンケンで。きついなぁ。一気持ち。あ、トーンあるんでしょ、まだ。まぁ、一回。そう、そこは。そこは、そこは、そっち。あ、そっか。これ座れば、ちょっと。申し訳ないです。申し訳ない。ランランが、主にメイン出してほしいって言われてるじゃん。今回の動画に。だったんだよ。で、忘れたんですか？ユッティ的には、ランランを、どうやってこう出させたい？こうで、ランナーは4位か最下位ぐらいで、タコは一番最下位かな。で、ランナーがその次のランクかもしれないからさ、もっとそれをランナーがもっと上に上げられる存在だと思う、って言われて、なんかあったら YouTuber とかやったら、LINE とかでも、さっきからめっちゃガムくちゃくちゃってない？そうですか。気づいてないですかね。めっちゃくちゃくちゃしてるから、なんかくちゃくちゃからこっちの会話聞いてるな。めっちゃくちゃくちゃがもう、なんか耳、俺くちゃくちゃが飲んで、すごい嫌だ。そうなってますか？なってるよな。なってますよね。うるせえ、めっちゃ。いやいや、気にならない。めっちゃ腹立ってる。絶対わざとやん、相手それ。なんか怒ってんの？俺はくちゃくちゃもんに腹立ってる。ゆえ、ゆってじゃくちゃくちゃな、な、わかんないです。逆にガムを食ってみたって動画なんかない？なんなんだろう、これ動画撮りたいですもん。思わんガムくらい。なんかどっちもどっちです。いや、なんでどういうこと？くちゃくちゃもんは一番やばいやろ。おかしいやん。ガムぐらい。真面目なシーンです。え、じゃあ一回、音鳴らさないじゃん、噛んで。できてないやん。え、どう思ってるんですか、逆に。言っていてみよう。え、どうですか。まあ、嫌って言われたら、やめるべき、やめるべき。嫌とは思いますけど。やめるべき。なんか、僕自身があんまり気にならんから。なんやねそれ。喧嘩売ってるやろそれ。もう完全に。いや、切れる説って何でもかんでも切れてないよ。噛むで怒る。いや、くちゃくちゃが嫌いだからって言ってるやん。それだけやん。いや、こんなん言われるのない。言われたことないんだってやめる。いや、別に気にせん。で、俺が気にしてる。あ、そうです。それでもおかしいじゃないですか。いや、切れる説なんて俺どこまでどの子も言うかや。今、距離にもゾウさんにも言われてもないし。何歳よ？23歳。23? じゃあもう23で20歳、21に言われていられる。こいつが何も思わんかってことはほぼ思わないでしょ、それ。で、一回じゃあやめてって言ったら、やめてって言ったらもうそれで終わりや。
多分小林さんはまあ新品増加の話したいけど、だから俺それがもううるさいから全然できない。まあ見て次第です。こっちがこれある意味で僕次第なんですか。割と重大じゃないですか。いやいやもうほんまにそれを言ったらもうどっちかもうじゃあ俺黙る、うん、お互い黙るな。客観的に見て他の空気的にはまあ一回音を止めてきたかもね。おら、いや別にピッて痩せた思えていいじゃん。あやめろよ、うるせえな。それはおかしいでしょ。おかしくないよ、うるせえな。でも出せばいい、出せ、うるせえかない。うん、お前は、はい、お前が出せよ、お前が出せばいい話。どうしよう、そうは確かに、お前だけ。最後の一言お願いします。くちゃくちゃを絶対鳴らしたら